こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今すぐオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき3つの理由。オーストラリアアマゾンを始めましょう。年金じゃ暮らせません。日本人が安心して長生きするためには自分で稼ぐ力をつける必要があります。年金制度見直し。いよいよ年金、年金で暮らせるなんて誰が言ったと。ね、もうなるのは確実な。 要素になってきました不安な要素ばかりの日本しかし輸出ビジネスの仕入れ先と考えるとパラダイス日本には儲かる商品がいくらでもあるオーストラリアで販売するなら日本の価格の5倍以上の値段で売れる商品がいくらでもありますここをクリックするとその商品例やテンバーアカデミーのサポートの内容をご紹介してますオーストラリア 最大消費地シドニーの FBA 倉庫が9月に稼働しました人口は少なくても購買力旺盛なオーストラリアシドニーで暮らしていた私はオーストラリア人の豊かさあるいは金遣いの荒さがわかりますしかし一般的な日本人はオーストラリアの消費力を低く見積もりすぎていますボクシングデーの売り上げ1日で2,000億円です そのオーストラリア市場で日本商品を販売するには Amazon を使うのが一番オーストラリアアマゾン輸出でやることはとても単純大変なことは Amazon がやってくれますネットショップ作り不要ネットショップを作る必要はありません Amazon を使えます集客不要集客する必要はありません全部 Amazon がやってくれます売り込み不要売り込みする必要はありません 全部 Amazon がやってくれます。入金確認不要。入金確認する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。梱包不要。梱包する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。発送不要。自分で発送する必要がありません。全部 Amazon がやってくれます。クレーム処理不要。クレーム処理する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。返品受付不要。 返品受付をする必要はありません全部アマゾンがやってくれますあなたがやることは買い物した商品をアマゾンに送るだけオーストラリアアマゾン輸出は今すぐ始めた方がいいです今すぐオーストラリアアマゾンを始める理由は3つ1番アマゾンは実績重視新参者に厳しいシステムです始めるのは早ければ早いほどいいです 取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者はなかなか売れません。取引実績がある出品者は出品可能。しかし、新規出品者は販売区が必要という商品も出てきてます。初めの頃は、間違いも多めに見てもらいます。三つ目、12月26日のボクシングデーまで、あと1ヶ月半、1年で一番の稼ぎ時、チャンスをものにしましょう。今から、 オーストラリアアマゾン輸出を開始して商品探しをしている間にどんどん売れやすくなっていきます。アマゾンがオーストラリアでマーケットプレイスを開始しました。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ここをクリックしてオーストラリアアアマゾン輸出マニュアル特別モニター募集ページを見てください。募集の内容と 実際に価格差のある商品例などを案内しています。こちらをクリックしてください。テンバアカデミー、堀秀夫でした。